こんにちは。今日はですね、速稼塾の久保が、このアビリエさんのチャンネルをちょっと分析してみようかと思いますね。まあ分析ってほどではないんですけども、なんでね、アビリエさんの動画がアクセスを集めているのかってことを何点かこうチェックしてみるに、一つはね、最近は特になんですけども、テーマが一つに絞られているってことですよね。これはいろんな動画を出してきて、その中で今一番熱いものに特化していると。だからずっと未来永劫このテーマでいこうってことではなくて、今トレンド、今注目が集まっているもの、今伸びつつあるもの、伸びているものに自分が乗っかるってことをね、きちんとやってるってことなんですよね。これぞ自分の発信したいことを発信するということと、多くの方が見たいと思っているものが合致したいい例だと思います。そしてですね、これ皆さん見て気づきませんか？サムネイル上手に作られてるんですけども、このね、感情がうまく表現されてるんですよ。ね、喜怒哀楽。特に、笑顔ですよね。笑顔がいいんですよ、いつも。この笑顔に見てみようかなと思います。男性の YouTuber さんによくあるんですけども、真顔でですね、なんかつまんなそうに、なんかね、半分目が開いてるのか開いてるのかわかんないような状態でやってますけども、あの表情はね、やっぱ YouTuber 的に、サムネイル的には NG ですよね。立花隆さんも見てください。なんかね、楽しいんですよ。この表情が。見てください。この左の方のね、海老名市長選っていう350回の視聴回数を上ってる動画ですけども、立花さん笑顔でしょ？アビリエさんも基本的に笑顔ですよね。で、呼びかけるときはこういうふうにね、表情ちゃんと作ってますし、涙をつけたりとかね、登録者80人とか。で、このびっくりした顔とか、あと、こうメガネをずらしてね、もう完全にタレントなんですよ。これで、久保塾長の賛成ってやつもね、なんかすごい、いい表情じゃないですか、片目つぶって。で、こういうのを、喜怒哀楽の表現、もうタレントなんですよ。来たーとかね、これ、よく YouTuber さんに見るサムネイルじゃないですか。だからあれがね、やっぱこう、クリックを呼ぶんですよ、こういう表情が。で、それに引き換えて、これはもうしょうがないんですけども、以前のっていうのは、このね、右下から、右下2番目、それから6個一番下の段ありますけども、これ、まあね、表情結構豊かなんですけども、大体同じぐらいに見えますよね。27のその再生数と19の再生数、これ違いわかります？ほとんど違いないですよね。で、これもあんまり違いないですよね。右下の18回視聴再生数、これ。で、16回の視聴再生数の、まず1分動画にチャレンジとかね。まだ始めたばかりの頃っていうのはこういうふうに、戸惑っている表情が出てるんですよね。で、まあ、その中でもアビリエさんって、笑顔が普段から染みついてるんでしょうね。とてもいい表情されてますよね。で、まあ、なんと言いますかね。この、最近の動画ってのは、一つ一つサムネイルからして、ヘアスタイルから、服から、感情から違うんですよ。で、何が起きたんだろう？今回はどんなことを訴えたいんだろうっていうふうに、ものすごくね、注目を集めてくれます。それから、視聴回数が80とか100っていうのは、これサムネイル見ればわかるんですよ。何を言いたいかって。でも再生しちゃうでしょ。で、そういう形ですよね。で、再生数の多かったのがあるんですけども、1000回とかいうのがなかったですかね。とか1000回みたいなのがあったと思うんですけど、なかったかな？勘違いかな？あ、1000回ありました。ついに、海老名に立花隆さんが来るみたいな、目が飛び出してるところとか、これはよく作りましたね。で、海老名に、これ、要するにね、サムネイルとタイトルでもう内容見なくても何言ってるかってわかるのに、なのに再生しちゃうんですよ。だからここなんですよね。サムネイルで種明かし、ネタバレをしてる。要するに結論を言ってるんですよ。結論を言ってるから安心して見れるんですよ。同じ気持ちの人とかが、やっぱり1000人ぐらいね、集まってきたんだと思います。で、横の画像はね、それに対して、あなたに起こるベネフィット。ね、どういうことが自分に得になるんだろうみたいなことね。それからね、受信力問われる海老名の選挙っていうものの、この動画ですよね。59回なんですけども、バックにハロウィンの画面が出てますよね。だから、アベリーさんは、こうやって、ね、どう見せるかをすごくね、見てる人の気持ちになって考えてくださってるんですよ。で、タイトルも見やすいですよね。きちんと縁取りをしたりとか、反転色使ったりとか、背景に溶けないように文字も入れてくれてるんですよ。素晴らしいと思いますよね。まあ、本当にいろいろ申し上げましたけども、まとめとして、アビリエさんはいつも笑顔で出ているってのが本当にいいんですよ。このね、表情を豊かにすることだけで視聴回数は10倍ぐらい伸びると思いますよ。だからいつもね、真顔とかね、ぼーっとした顔とかね、つまんなそうな表情とかをしてる方は、
それだけで再生数を呼んでない、要するに画面がこのサムネイルが発見されてもクリックされないという現象を起こしてるんですよね。まあそういうふうに私は感じますけども、参考にしていただければ幸いでございます。アメディさん本当におめでとうございます。